先日ですね、12月の17日かに、オセロニアンの戦の全国決勝があったんですけど、いやー、よかったですね、あれ。僕もね、ほとんどの試合リアルタイムで見て、見えなかった試合だけね、アーカイブで見させていただいたんですけど、やっぱなんて言えばいいだろう、なんか負けたらやっぱね、終わりっていうね、あの緊張感の中で、あれだな、なんかすげえ言葉に表しづらいんですけど、とりあえずね、戦の決勝は現地で見たかったですね。なんかライブで見てたんですけど、 YouTube ライブでね、なんか選手がね、なんかその場面でパッとこれ引くのかみたいな時のね、会場のざわざわ感とかね、ああいうのをね、俺も現地で味わいたかったですが、まあどっちにしてもね、映像でもね十分伝わりましたわ。すごく良かったです。なんか改めてね、ああいうリアルイベントっていいなと感じました。でね、7周年のさ、アニバーサリーのなんかあれやん、会場のさ募集始まったけどさ、東京遠くねと思って、なんか、まあ、ワンチャンで近くの会場とかだったらリアイベで参加しようと思うんですけど、ちょっとね、東京はね、来年のうちどっかで行きたいとは思ってるんですけど、ちょっとまあ保留ですね、今回は。ってなわけで、今日はですね、まあ、サムネの通りです、まあ、特にね小細工はしません。測量使います。ユグドラジルとか、ロキとかね、あの辺はマジで一部の猛者しか手に入ってないんで、まあ戦で出すと皆さんが手に入ったこれですね、このフェン&リル、こいつを使っていこうと思います。まあ性能で言うと乱体と一緒ですね。まあ運営さんで、ね、すごいよく言えば、この測量用の方じゃなくて、混合とかで使える方のペンディルにしてほしかったんですけど、まあよくは言わない。結局ね、乱体1匹しか持ってなかったら混合用に使ってるはずなんで、測量用の乱体がないんでね、まあこれがね重宝するんじゃないかなと思います。フェンリルですね、フェン&リル。まあ能力は言わずもがの乱体と一緒なんですけど、今日はねせっかくなんでね、こいつを使ってシーズンマッチやっていこうと思います。もう今日の補正がね、もう測量補正なんで、まあたまにはね竜使って暴れていきましょう。なんか新駒とかいろいろ出てるんですけど、まあ新駒紹介とかはねおいおいね、なんか他の人と被らないタイミングでやっていきたいと思います。なんかね、結局俺思ったのよ、出たすぐに やるのはいいんですけど、笑い性があってね、結局出たすぐにやると好みが分かれるんですよ。あ、この人いつも見てるか、この人見ようみたいなね、好み分かれるんで、まあ言い訳なんですけどね、動画サボってる言い訳なんですけど、だそういう人と上げるタイミングをずらすことによって俺のも見てもらえるかなとか思いながら、まあ結構ね最近信号回ってたんで、その辺もねおいおい紹介していこうと思うんですが、今日はねとりあえずこのフェイアンのリールを使ってただただ速流で暴れていこうっていう動画なんで、よろしくお願いします。じゃあ早速シーズンマッチやっていく。お、流対決ですね、これは。まあ戦の場面で竜はいなかったかもしれないですけど、あ、どうしよっかなこれ。まあこれはね、ね、どうしよっかな、まあこいつからか。まあ最低でもね、一旦はねデバフかかるんで、まあマロニーがいたらね一旦しかかかんないんですけど、まあ最低でも一旦かかるって意味でこいつを投げとくのはいいんじゃないのか。フェイアのリル引きたいが、せっかくならね。ただね、俺ちょっと残念だなと思うのが、戦のルールね、コスト180のルールですと、まあそれでもね結構いろんなデッキはいたんですけど、竜デッキがねどうしても少なくなるんですよ。コスト180だと得意ね、速竜暗黒はめちゃめちゃいましたけど、速竜が少なかったんで、まあなんかね速竜低コストだと難しいのかなとか思いながら、結局前もなんかで言ったんですけど、今回のねその戦ね、すべてね、ほぼほぼすべてにおいて暗黒に滅ぼされたんで、ちょっとね暗黒が嫌だったな、なんだかんだ。はい、こうでしょう。ちょっと待って、これ2枚返し飛ぶんじゃねえか、ちょっと待って、やばいかも、まずいかもしれんな。 1.69 倍だが、相手オーラは引いてないけど S だったら飛びそうな気がするんだ。こんな飛ぶのか、今日の補正だと飛ぶかもしれんな。なんかもっとね喋りながらやりたいんですけど、なんかできないね、このままやと。あ、耐えるよな、さすがに 1.69 耐えますね。 OKOK。 速流同士の戦い、マジで早い。何これ、一瞬で決着ついたんだが、
これ J がね 2.2 倍なんで、アップだ。なんだかんだ危なかったな、これ。相手がオーラ引いてたら負けてたぞ。もうこれって勝ちなんでいいですけど、行くぜ。オラー、結局フェンディル引いてないやんけ。結局引いてなかった。暗黒ね、オッケーオッケー。俺ねこのデッキ嫌いやねん。このね、あの BB って人には何も恨みはないんですけど、俺暗黒ってデッキ1枚が嫌いなんで成敗したろうと思います。どっちから打とっかな。こいつ打つと多分 X 打って上逃げで下行ってってやられるんで、こいつから行きましょう。これで X 来るみたいにいいんだよ全然。風車来たら1回 OK ナイス。じゃあ上逃げしましょうか。それがいいな。思いっきり上逃げしよう。オッケーオッケーオッケー。違うんだよ、あのこれ来たのはいいんだけどさ、違うの。俺が求めてるのはフェン&リルであって、ジェニーとかこのエキドラとかじゃないの。あの今回はね、戦 お疲れ様でしたって動画にしたかったんで、せっかくね、わざわざね、タスね、どっちも25振ってアタックも HP もね、フェン&リル作ったのにさ来ないっていう、どういうこと。これまずくない？2ターン飛ばされん、これ。待て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 。じゃあもう圧力かけていくか。OK。どうどう、ジェンやったら、ジェンじゃなくてフェンアンドリーだったらもっと早く解決したと思うけど、どうすんだこれ。まずい、死んだ死んだ、終わったわ。デバフあって無理やろ。ここで大回復されるのを見越してこっちから行こう。どうせフェリアでも飛ばんから。飛ばねえ。これさ、フェンアンドリルあれば勝ってたんじゃない。負けたな、これは。 1.4 倍の、こいつ 1. 何倍やったっけ、 1.5 倍 ?1.8 か、 1.8 の 1.4 倍で、で時数のもともとのバフも入ってシェンメラ飛ぶ、シェンメ以外は飛ばん。でも捕食だったら2万ぐらい飛ばしきれるか。 OK。 なんか知らんけど勝った。それは勝ちやぞ。あぶねえ、あぶねえ。来た、フェン&リル来ました。おせえ、おせえけど来た。はい、これでやっとね動画として成立すると。はい、戦皆様お疲れ様でございました。俺やっと言えた、こいつが引けたからな。あぶねえ。うーわうーわ、マジで無理、大嫌い俺このデッキが嫌いや。まあ引きだけ見たらいけるんだが、いやー、フェンアンドリル引かれてもいいな、これ。これきついぞ。これきついわ。これめちゃめちゃきつい。これ上逃げフープでほぼ負けなんだよな。めちゃめちゃきつい。あー、でもフェリアからかな。違うな。上逃げフープ来て、下にエキゾナオカンナなんかやっぱり、まずあのフェン&リル引かないとまずいぞこれ。次でいい、まだ攻めて。あ、次引いたら普通に進行しがいいんだけど、引かないんならちょっと考えなくちゃいけねえな。いやマジできつい、これ。これ2万削れんぞさすがに、見てじゃあ。どうしよう、それはどうでもいいんだが、フェン&リル来い。来ないか。こいつで2倍でしょ、2倍の6000の 1.69 で1万ぐらいしか出んのか。やっぱこっちか、無理だな。いやー、これヒブノスつないで来ないか、普通に横取りかだな。それならいいんだが、でここでジェイ引いて、ナイスよ、もうナイスなのか。まあこれ取るやろう。相手グノーとかないなら3枚返し開けづらいと思うんだよ。いやーこれミスったから、いやこれ殴りたい殴りたい。ジェイ来い、まあ、殴るしかない3枚で、もうこんなんは。
てかジェイもだけどさ、フェイン&リルどこ行った、俺のフェイン&リルどこ行った。まあ、これでもだいぶ出るなこれだいぶ出るぞ、これだいぶ出るわ。よいしょよいしょなんか関係なく勝てそうな気がしてきた。フェイン&リル関係なしに勝てそうな気がしてきたぞ。6来てもね、あのエルツ出るし、これ2枚返しなんでさすがに飛ぶな。もともとのアタックの時点も飛んでるし、来いフェン&リル、来ないジェイン行った方が来たら勝ってたな、もうすぐ。はいはい、まあ、速流の強さここですね。あの防御しきれないとやばいやばいやばいけど違うんよ、今日の主役がまだ来てない。あー珍しいアポロン、てかまあ珍しくねえのか、最近なんかアポロン増えてきた、なんか知らんけど、俺はアポロンそんなに、どうしようかな、これアポロンそんなに強えなとか思ったことないけど、あんまり。ただね速流はね、このね28000とか29000ぐらいの HP 削り切るのがね非常に困難なんすよね。あ、こっちからか、弱っ。でも液道投げれねえもんな、これ。むずい。囲う？囲いそう？いや、なんだそっち？そっちは謎だ。そっちならもう、つないでつないでつないでってやってもいいかもしれん。来たよ！フェン&リル。ナイス。なんか多分これ、グノー持ってんな、この動きは。おそらく。まあ、グノーあってもね、多分ね、スナグリでなんとかなりそうだな、フェン&リル引いてるから。多分グノー持ってそうな気がする。持ってなかったらもう殴ってもいいっすよ、殴って多分飛ぶ気がする。これ持ってないんだならね。ただね初手にねこのね地襟を打たせられたのがちょっと辛いっすね。いやーきつい、マジか、どうしようだと思った。じゃあ、まあ、一回こっちからでいっか、無理に2手で飛ばせないからな、これじゃあこっちから行って、次は生き場の思いっきりコンボ使ってって感じかな。それね飛ばないから、一応まあ、ビナ来ても上から飛ばせるか、飛ばせるな多分、これでいいわ、上から飛ばせるからこれでいいわ。飛ばない。そんで相手のアポロン食らっても飛ばんし、やっぱフェンリル最強だなこれ。あ、間違えた、フェン&リルですね。なんかいろんなゲームでフェンリルってキャラがいるんで、あのフェンリルって言っちゃいますけど、本当はフェン&リルなんでね、これちょっと間違いやすいんで気をつけてくださいこれ大丈夫、ちゃんとね一応ロック警戒してこいつ残しといた。 OK、 完璧。まあまあまあ、これはねうまくいきすぎた、これはうまくいきすぎましたね。ちょっとエキドラがマジで強すぎる。あはー強い、マジで強いですねこれ。あー花鳥風月か、花鳥もね最近やっぱり注目のデッキですね。なんか花鳥はここ半年ぐらいで一気に強化されてなんか強くなったイメージがあるわ。なんかすげえ強いもんな今すっげえ内容薄いけど、花鳥が強いんじゃなくてね、あれが強いですね。やばい、リミエットとアルメンダリス、そうですね、この2枚がマジで強いんで、どうしよっかなこれ。これ囲ってもええけど、囲った後に削り切れるかこれ。ワンチャン回復でイモられんか、いやなんとかなるか。課長はね多分ね早めにあれですね、火力を出して倒しちゃわないと、後になればなるほどね、そのリミエットとかアルメンとかの火力上がっちゃうんで、もう今のうちに火力出しちゃう、もう早めにね。これジェイン打ちましょう、もうここでオーラ来ないか。これねワンチャンでダブコン組んでくれるかもしれないんで、こっちから行きます。あ、ダブコン使ってくれるかもしれない。これダブコン使われたら勝ちなんでね、ほぼ勝ちなんで、まあ、1.69 だからな、これがフェリアだったな。マジそれはね勝ちですね、もうこれ勝ちです。次のターン耐えれば勝ち、ただちょっと体力持つかな、俺の体力持つかな、これ勝ちですって言ったけど俺の体力持つかなこれ。おお、何何フェリアもダブコン組みます。はい、これダブコンね、
これあの即流最強のダブコンですよ。これジェンイーとフェリアっていう 2.2 倍の 2.2 倍なんで最強のダブコンが完成しました。しかも5枚返し。まあこんなね、あのまだねテュポンだったらまだしも、こんなねアベル程度のデバフじゃどうしようもないんですよ。まあこいつはね、あのちょっとダメージ落ちてます。それでもいける。2.2 の 2.2 だからな。見てろこれ、見てこれ、これフェンリルないけど、あー36000 気持ちよすぎだろこれ。あーなるほどね、珍しいデッキじゃないか。まあこれ違うわ、これでも 1.4 の方や、全然珍しくないわ、普通や。うん、ニオーラかきつくね。まあでもこれヨモ X かな、ヨモ X 置いてこいつが一応 1.9 まで出るけども、これ優秀だよな、普通にこれ優秀なのよ。大丈夫大丈夫、ロックで。まあでもこいつ弱いな今出ても。あガトーからかこれ、いや違うわこいつな、 1.6 倍で出ちゃうからな。でも角からいくわこれ。んなもん次エキトナ置いて、まあエキトナ D6 でもよかったけど、あのこれならいいわ。それは弱い、弱いけど俺の体力やばくね、やばくね。何々フェリアも、何々フェリアも、これでね一回ちょっとねダメージ出せる状態にしといて、もうこっちにフェリアで飛ぶんじゃない、これ2倍の、えこれ飛ぶんじゃない、これ普通にフェリアで、なんなら飛びそうじゃない、なんか1万5000ぐらい。フェン&リル来ない、これ7000の2倍で1万、これ飛ぶわ普通に、全然飛ぶ、余裕で飛ぶ。何これおい、フェアのリル関係ないやんけ、余裕で飛ぶ。あ計算しなくても分かった。あー珍しくはないな、全然珍しくねえわ。なんかさ違うキャラに見えたけどメルビュールだった。全然珍しくないわ。普通の駒だ、普通の駒だよこれは。どうしよっかな俺、これさ囲ってくる可能性はほぼないからさ、こいつからでよくね。うん、迷うんだけどなこれな、あのリョモと迷うんですけど、どうせリョモ次取られるやんって、やっぱそこ打つよな、それならいいんだよな。ただねここで進行的にはすごくいいんですけど、結局ねあのメルベイユルっていうねあのバーデッキはねこれもう決まってんですよ、コンボ封印打ってくるって。ほらもう分かった、コンボ封印打ってくるわこれ、もう分かるんよ、すぐ分かる、このデッキもアホやから、アホ絶対コンボ封印入ってるからな。今のスタンプはそうでしょ、コンボ封印打ちますよって合図だから。あちゃうんかい、ちゃうんかい。じゃあさもうこれさジェイン打ってさエルケスで飛ぶんじゃね。あでもデバフ一回消しとくか、さすがに。うん、負け筋がね あるんでデバフっていう。あーマジか、そういうデッキか、マジかマジか。ちょっと待って、いやもう一枚貫通光るのちょっとやばいな。あ待っていいや、じゃあいいわ。これさ引くのも決まってる、フェン&リル光るのダメだよこれ、せっかくさせっかく戦でもらったんだから頼む。あーエキドナ、じゃあエキドナ打つわ。うん、なんか違うんだよな、普通に勝てそうだけどさちゃうんよな、なんか。うん、あれ分からんな、さっきもねなんかねカットしてますけどね、あのアテナ投げられてプギャーってなった試合があったんで、ワンチャンね大丈夫だった。全然大丈夫だった、せめてここで引こうぜ。動画の趣旨をね理解してください上さん、ここでフェン&リルを引く。俺さずっと疑問だったんだけどさ、こいつ 2.6 枚でしょ、こいつ 2.6 枚でこっちの方が出るんか、エルケスの方が出るんだな、なんだかんだ。よしよしおいおい、なんか全然引けないぞ、おい引けねえんだけど。引かしてくれ頼むから。あーリアンね、リアンか、リアンはね結構辛いんすよね。
フェン&リルが来ない来ないのね。やっぱ来ないんだよな。これ 1.7 をね下に置いとくのありだな。普通に X で 1.7 置いとくのありだけど、上逃げされたやつを凍らせるのもありっちゃありなんだよな。でもこれさ、多分さ、こいつとか X いったら囲うじゃん早めに。あ、でも上逃げするか普通に。どっちにしろもったいないだよな。結局さ、こいつでバフした後にさ、マロリー投げてもね、もったいないんすよ。だこれでいいと思う。ここ一回殴って角行かせて、守護の方が良かったかな、コンボ強いから。うーん、だからあそこはどうでもよくてですね、次がここでオーラをそろそろ引きたいんだが、引けないと、オーラを引けないとまずいんじゃないのまずいんじゃないのこれ。ここは行くでしょう絶対に。 OK でこれでいいんだが、相手多分ね、これね D6 とか来ねえか。うわだる。あ、でもそれならいいよ、それはいいわ。貫通で透かせる、それ全然いいわ、全然だるくない。これ龍馬打ったら死ぬな龍馬打ったら死ぬから、これ打たないとダメだ。うん、これマイティ透かさないとダメだ。いや、これフェリアでも飛ばん、どうしよう。これ X 来てどうすんだ俺。これルキアはいいよ、こいつ出るから、こいつ出るからいいんだが、もう一旦ないか、相手もう一旦ないから、ここでフェン&リル来ない、まずい、それまずいぞ。ちょっと待てよ、これ殴るしかないな、一回思いっきり。1万は出る、これいけるか、まあいけるか、大体次1枚返しだから、でもバフがなくなるけど、まあいけるか。あ、2枚返しになった、2枚ならいけるか。3000ぐらいバフないけど、フェンアンドリル欲しいな、来ないおい、ゆえ動画の趣旨として失敗なんだよ。勝ったけど、勝ったけど違うのよ、違うんだよ、来いよ。なんか今日全然来ないぞオーラ、おかしくね、わざとやってんだろこれおー、シアンは全然いいぞ、シアンはね全然いけますね、貫通多いんで、多いんでいけますねって言ったけども、言ったけどもね、ちょっとだるいなこれ。どうしよう、こいつ全部打ちたくねえけど、まあこいつからか、2ターンでも使おう。どうせね、あのこいつね早めに出さないとね、シアンのね餌食になっちゃうんで、罠の。まあ、X 来るでしょう、まあ、X 来るのはいいのよ、どうでも。 X 来たら囲えばいいか、囲うぜこれ囲って、んでマロンで囲って、もう繋いで繋いで飛ばすプランでいきましょう。そのためにはフェン&リルが必要。あー嬉しい、嬉しいな、それ、それ嬉しいわ。これはもうマロニーがねぶっ刺されますね。これ速流の最強ムーブ、マロニーで X、 これ最強なんでね。でこのトゥールラがね、ちょっと名前が出てこなかった、トゥールラが凍っちゃうとね、まあ上逃げシアンとかもありえるな。まあ、2枚返しグノー、グノーがね最近流行ってるんでね、まあ、ロックは別にどうでもいいわ、どうでもいい。それはね思い切り殴ります、一回コナも殴りますわ。一回エルツで、まあ、軽いけどね、軽いって言ってもね7000ぐらい出るかな、普通に。元出るわ、やば、これオーラあったら1万出てんだよな。ちょ待って、俺のさオーラどこ行った、マジで。俺のオーラは運営さん、あーこれ龍馬打つか、いやガトーでいいな、ガトーでいいよこれ、これガトーでいいわ。もうだって相手さないもんな、これ防御札、あルキアがないから、ルキアはないけど、まあ一応嫌な札が1枚だけありますが、まあ言葉には出さないようにしておきましょうか、できるだけね。これジェイン打ってもよかったけどな、このターン。ただここでビナ来るとさ、もう勝てるもんも勝てなくなっちゃうから。あーでもジェインでよかったのかな、まあ勝ったけど、多分これ飛ぶやろ、次飛ばんか、ジェインで飛ばんか、さすがに飛ぶなこれ。うん、余裕で飛ぶわ、2倍でしょだってガト、飛ぶ飛ぶんだけど、フェンリルは
違う、間違えた、フェン・アンドリルよ。どこ行った、全然ひれんだけど、運営オーラが、運営さん、運営さん聞こえますか、全然来ないんですけど、フェン・アンドリルが。速流同士の戦いね、いいよいいよいいよ、全然いいんだよ、何が来てもいいんだよ、とりあえずフェン・アンドリルを引け。なんでやねん、だからあのね、まあ、こいつ打つか最初。おかしいのよ、さっからさずっと来ないのよ、なんで。もう8試合ぐらい連続で来てないんじゃない。結構ね、負けてカットした試合もありますけど、それも含めて来てないわ、全然来ない。オーラが相手には来てる、なんこれ、やついたっけ、ニナか、高校のニナ。まあでもこれフェリアもう繋ぎますわ、こんなもん一番出るから。あとこれスノーアタックだけでも勝てるしな、十分。これもう相手さ、エキドラントランと死ぬし、うん、さすがにエキドラ取るはずだよな。マジでオーラくれ、なくても勝てそうだけどさ、なくても勝てそうやけど、殴りますこれは。ちょ頼むって、頼む頼む、これ何の動画か分かんないから、このままだと。今んとこさ、フェン・アンドリル引いたの1試合ぐらいじゃない、動画として残ってんの。え、てか動画として残ってんのっていうかさ、なか負けた試合も含めて全然引かねえんだけど、なんで、ちょ終わっちゃった助けて、誰か助けて、誰か引かしてくれ、マジで引かしてくれよ。なんだこれ、意味ねえってこれ、動画の意味ないってこれ。あー、シアンね、オッケーオッケー、シアンはいいですね、全然貫通引ければあるんで。てかまずフェン・アンドリル引きたい、なんでちょっと待って、おいずっと来ねえぞあいつ、おい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 、おかしいんだけど、なんか俺の端末パクってる説あるわ、全然来ねえ。ニナの方が良いですね、はい、こっちの方がいいわ、罠来る前にね、早めに。だるいな、貫通があれば関係ないな、2ターン飛ばしきれるから。あー、どうしよっかな、こうか、でこういってで、罠がねもうね、あの取れる位置だったらどうでもいいし。あー、だるい、だるい、マジだるい、おい、それはだるいわ。まあ、測ったように出してきたら、まあまあ、じゃあこっちからですね。まあ、シアンは凍らせた方がいいんだが、まあ、シアン打ってきたら、一回取るわ。凍らせて。待てよ。ジェイで、7000ぐらい。でも次飛ばせないからやっぱこっちだな。一回こう取っといて。何フェリアも来たから。まあ、無難に行くか。無難に行こう。無難に行きましょう。違うのよ。違うんよ。無難に行くのはいいんだけど、俺が欲しいのはフェン&リルであって。相手次飛ばせんくね？飛ばせるか。相手が次飛ばせるかどうかのことも考えたら、ダメージ出しすぎん方がいいな。J でも飛んでない多分、これ4000の3枚返し飛ばんな多分。これバイセでもギリ残らんかな、ペトラだと残らんから、 J 投げとくべきやったのか。バイスギリ残ると思うんだよな。ほら、危ねえ。
ジェイラだ死んでた。てか違うよな。そういうで、あの試合じゃないよこれ。そういうことじゃないよな。ジェイラ止めたくせえな。8000。待って 1.44。5000の 1.44。飛ばんわ。ギリ飛ばん。やっぱこれでよかったんだ。危ねえ危ねえ。危ねえ危ねえわ。マジで。メルベね。そろそろ来てもいいぞ。そろそろ来てもいいぞ。ペン、アンドリル。頼むわ、マジで。オーラそろそろくれ。なんでやねん。ずっと来ねえ。何これ。なんか手ごま仕組まれてない俺、運営に。何これ。ちょ待って、本当にこれちょっとひどいぞ運営。これ何連続できてない、これもう10試合ぐらい連続できてんやけど。おい、なんで来ないねん。別に俺測量使うよって動画じゃないのこれ。頼むってマジで。800800ならもうさ、これフェリアでよくね。どうせこれさ、あれでしょ、あのボルメラでしょこれ。ああ、フェリとか。まあどうせコンボないからな。でも逆に言うと、こいつが入ってるってことは相手多分ね、上振れすごなんですよ。怖いな、めちゃめちゃ怖いなこれ。マンちゃんね、この吸収はね、結構ね、嫌だな。じゃあ、一気殿打つか。まあ、肛門封印あるかもしれんけど、そんなもん押し切れるやろ。違うな。俺の撮りたい動画じゃないんだよな、これ。これちゃうんだよな。おい、なんかちゃうぞ。このままやとさっきからずっと一緒なんよ、手駒が。あの S はちゃんと来るし、映画もねいい感じに来るんですけど、オーラだけ来ないっていうね。毎回このパターン。今日ずっとこれ。コモフィンかこれ。違うわ。痛え痛え、それ痛えけどさ、もう俺の勝ちなんじゃない、これ3枚返しして。こいつから打つか。相手は最高でも1枚返しじゃね、これ勝ちじゃね、ほぼな。 100% じゃないよ。なんか変な小細工してくると勝てんかもしれんから。あ、じゃあ勝ちだ。じゃあフェンリル引こうぜ、せめて。動画の趣旨がちょっと、ま、あのずれてる、だいぶずれてる。これただ測流の動画になってるから、頼むお願い。来たーやっと来た。ちょ、遅えよマジで。何試合待たせるね、ほんと。最後の最後で来ましたねこれ。はい、もうこれで終わるか。一生終わんないからじゃないと。はい、てなわけで結論から言いましょう。フェン&リル使うとなぜか引けなくなります。あのこいつ全然来ない、手駒に。なんか知らんけど、なんかそういう仕様なのかなこれ。ってぐらいね、来なかったんで。ちょっと運営さん、ちょっとひどくないですかこれ。せっかくね、戦でね、みんなもらえたキャラなんだから、もっと来てもいいと思ったんですけどね。多分測量でね、今20戦ぐらいして、来たの2戦だけだぞ。ペーアンドリルマジ2、3戦しか来てない。もしかしたら俺の、あの記憶違いでもう1戦来てるかもしれない。一応2、3戦って言ったけど、俺の記憶だと2戦だからな。最後の試合ともう1試合しか来てないから、あとねカットした試合も含めて全部フェンリル来てない。何これ。ちょ、乱体の方が来る説あるな。ちょっとまたどっかで検証してみようと思いますが、まあとりあえずね、乱体よりもねこいつの方が可愛いんで、まあ皆さん多分ね、ほとんどの方がね、まあ多分8割方の方がね、何かしらあのオンラインなり普通の現地なりで戦行ってると思う。まあ感染の人もいますけどね、戦行ってると思いますんで、まあ皆さんも使ってみたらどうでしょうか。全然引けないけどな、もう本当にね、びっくりするほど引けないんで、ちょっと皆さんも使ってみてください。じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。じゃあな。